こんにちは、マリコです。今日もよろしくお願い申し上げまーす。水亀座さん、お元気でしょうか？英国ロンドンからこんにちは。水亀座さんのね、9月をね、ちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。じゃあもう早速やっていきましょうかね、水亀座さんね。はい。で、このね、後ろの背景でわかる方は結構このチャンネルを見てる方だと思うんですけども、はい。猫のね、お家に来てますので、猫4匹います。はい。なので、まあ、ちょっと、時々もしかしたら猫はいるかもし、来るかもしれないんですけど、はい。よろしくお願い申し上げます。じゃあ、まずカードの紹介ね。はい。こちら、はい。ヤスミン・ボーランドさんのね、のロンドン在住の、はい。メノロジーでね、1枚見てって、で、次ね、まあ、猫がいるということで、タロットね。はい、キャットタロットで1枚引いていますよ、水亀座さんのね。で、解説はこちらの、The Ultimate Guide to Tarot Card Meanings のね、英語ペラペラ系ので、ちょっと話して。で、それで、補足、9月の補足を、Angels and Ancestors、カイル・グレイさんのね、イギリス在住のカイル・グレイさんの Angels and Ancestors と、あと、チャクラ、ウィスダム、オラクルカードっていうね、この私がイビサで買った、イビサ島で、スペインのイビサ島で買ったこのオラクルカードと、で、最後にこのアート・ラコーズでね、はい、芸術家のアート・ラコーズで、はい、芸術家の方から1枚いただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。ですね、じゃあ、はい、やっていきましょうか、早速ね。どんな感じの出てくるんでしょうね。はい、水亀座さんね。はい、やっていきたいと思います。じゃあこれでね、これにしますよ。結構もうさっと出てきたね、さっと。うん。7枚目とかにしなかったし、もうさっとそれでいいやと思って、それで。はい、それでいいやというわけじゃないんですけどね。はい。あー、もうこれだよね、本当に。なんかこういう感じの水亀座さんが多いような気がする。最近のこの数ヶ月の流れとかも含めて。うん。いやー、It's time to take action って書いてあるね。It's time to take action。そう。要は今、行動に移す時ですよってことだね。行動してくださいよ。今、行動する時期ですよ。行動する時ですよって言ってるのね。いやー、そうだよね。なんかね、やっぱりその、まあ、8月分ね、私まあ、コメント欄をちょっと久しぶりに開放して、まあ、ちらっと見たりしましたけど、ありがとうございます、コメントも。で、やっぱりね、まあ、いろんな、やっぱり人がいるのよ。当たり前な話なんだけど。で、これ見てる人も、なんかそのエンターテインメントとして、なんか楽しい感じで見てる人。まあ、私はどっちかというと自分自身もそうなんだけど、他のチャンネル見るときに。なんか、そういう人もいれば、なんか本当にもう迷ってる人。なんか本当になんだろう。ちょっともう方向性失ってるとか、まあ自信失ってるとかも含めて、なんかまあいろんな人がいるから本当に、そうそうそう、なんかそういう人もいるんだけど、やっぱりその迷ってる人たちとか、その自分の今の目の前の人生がうまくいかないって思ってる人たちって、やっぱ行動に起こしてない人なんだよね、はっきり言って。そう。で、まあこんなこと言うと結構きつく感じるかもしれないけど、でもやっぱりもう行動を起こして、行動を起こすしか自分を幸せにする方法はないんだよね。うん。だから例えば今自分がそこの職場があんまりいいと思わないんだったら、じゃあちょっと転職っていうことを考えてみるとか、なんせその職場ね、その職場が変わることっていうのはないわけよ。そのない、まあないとは言わないよ。ないとはごめん言わないんだけど、なんかその職場の雰囲気とか、職場のその、なんか人間関係とか、なんかそういう、なんか外のものってやっぱ変えることが難しいわけじゃない？別にそれが職場じゃなくてもね、家族関係のことでもそうだし、あと自分が今住んでるとこでの周りの人のこともそうだし、まあ、もしもそういうのがあったとしたらね、そう。で、あと、まあ、そうよね、いろんなことよ、いろいろ今自分がいる場所、そう。だからそこが自分的に心地よくないと思ったら、もう行動起こして、転職してみるとか、行動起こして他のところに、住んでみるとか、もうそういうふうに自分でもやっていくしかないんだよね。だから9月に水亀さんはやっとっていうか、まあそういう方向に行くんだと思うのよ。うん。じゃあちょっとね、キャットタロットでね、ちょっと一枚見てみますけど、はい。水亀さん、ちょっとね、9月行きましょう、見てみましょう。はい。じゃあこれでね、はい、一枚出しますよ、はい。あー、なるほどね。これ、
2の、これちょっと待って、ソードかバンドかがちょっとわかんないのよね。これ、猫ちゃんで一瞬見ますね。これ、なんかソードな気がするんだよね。ちょっと、ああ、やっぱソードだったね。Two of Swords, yeah.2のソードって、一般的なほらタロットカードではさ、こう、剣を持って目隠ししてっていうのだよね。うんうん。ちょっとこれで見ますけど、そう。いや、だからその、どっちにしようか迷ってるっていうか、その、そういうことなんだろうね、多分ね。うん。そうよ、これこれ、このね。あ、わかります？これね。はい。に、目隠しして、剣が2つあるっていうのでね。で、これどういうことって言うと、difficult decisions, weighing up options, and impasse, avoidance っていうの書いてあるのね。うん。そう。なんかやっぱり行き止まり感もあるし、で、あとなんかその、weighing up options, なんかこっちの方がいいのかな、こっちの、あっちの方がいいのかな、こっちだとこういうことがあるよね、あっちだとああいうことがあるよね、こっちだとこういう悪いことがあるよね、あっちだとこういう悪いことがあるよねとか、difficult decisions って感じなのね。そう。なんかね、どっちかに、こうなんか、もしも、9月に、だから水亀さんの中で、こっちに行こうかな、あっちに行こうかなとか迷う人が出てくるかもしれないんだよね。うん。ちょっと、読んでみますね。ああ、うん。まあ、ズバリ私がさっきから言ってることと同じなんだけど、You're facing a challenging decision, but you're unclear about which option to take って書いてあるね。なんかその、結構今、チャレンジングディシジョンってどういうことっていうと、結構その、なんていうのかな。すごい迷ってるのよ。だから本当に。なんかもしかしたら9月にそういう状況になんか来るのかもしれない。もしかしたら何かね、他の会社とか他の仕事とかで今までちょっと密かに転職活動を続けてて、やってて。で、それでなんかこのタイミングでちょっといいところが来たりとかして、あ、どうしようかなって思ったり、ね、今のところに留まるか、それとも新しいところにちょっと、飛び込んでみるかとかさ。そう、うんうん。で、書いたの。You must be able to weigh up the pros and cons of each choice and then make a conscious judgment って書いたのね。だから、その、いいとこと、その、各、それぞれの選択肢。まあ、これが2個じゃなくても、まあ、3個、4個でもいいんだけど、あるかもしれないし、一つ一つの選択肢に、pros and cons って言うんだけど、その、いい面と悪い面っていうのを書き出してみる。それで、実際自分が本当にどっちの方向に行きたいのかっていうのをね。うん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 。あと、research your options more, seek outside opinions and feedback, and ask yourself what you might be missing って書いてあるね。うん。で、なんかやっぱりその、いろいろね、その選択肢についていろいろ、まあ、いろいろリサーチしてみるといいと思うのよ。うん。この場合だとこうなるよね。だからそのインターネットいろいろリサーチしてみるのもいいし、友達に聞いてみるのもいいし、やっぱり seek outside opinions。だから友達に聞いたりとか他の人にね、聞いてみて、どう思うっていうふうに。そう。で、ask yourself what you might be missing. そう。それでね、あと自分にも聞いてほしいのが、なんかこの選択肢の中で、欠けてる部分はないって。例えばもしかしたら、でもなんかこっちの選択肢はこれがないなとか、こっちの選択肢はこれがないな、でもこれはあるなとかさ。そう。そういうのを考えてみるといいってことだよね。だからまあそのね、日記にどういうこと書いて、くといいっていう話も、そのさっきの話じゃないけど、What are the pros and cons of each opportunity? ってことだね。その、どっちの機会も、どっちのチャンスも、どこがいい面で、どこが悪い面かっていうのを、各それぞれ書いてみるってことなのよ。そう。ね、例えば、その、いわゆる今、もしかしたら、その、地方にちょっと行くってことを考えて、でも地方に行くことで、住みやすいのか住みにくいのか、その、pros and cons ね、その、いい面と悪い面と書いてみる。で、このまま、ね、東京に残ることを、いい面と悪い面を書いてみる。うん。What do I consider as I make this decision? って書いてあるのね。で、そこも考えておいた方がいいのは、やっぱこの決断を下すときに、何を自分は考えるっていう話よ。だから何を重きに考えてるかとか、なんだよね、人生の中で。だからその、自分の親と近い距離に住むことを重きに置いてるのか、今、この年代では、なんていうの、こういう都内に、で住んで、そういう生活をすることに、重きを置いてるとか、で、例えばさ、どこどこに移住とか何でもいいんだけど、どこどこに住むとかも、別にまた、もしもそこが合わなかったら帰ればいいのよ、別に。そう。別にその、2年間ここの、
町に住んでて、その後ちょっと会わなかったら他の町に行くとか、まあそれが今海外とかでもさ、例えばね、まあ今までシンガポール住んでたけど、やっぱドバイに住みますとか、ドバイに住んでたけど、イギリスに住みますとか、イギリス住んでたけど、ドバイに住みますとか、まあそういうのも別にありきりなのよね。もうあるのよ、いろいろと、今時は。うん、もう今時っていうか前もあるんだけど、もっと楽になってるから、そう、あの動きがね。ちょっともうちょっと詳しく、ちょっと水亀屋さん見ていきますね。9月をね。じゃあ、この Angels and Ancestors とこちらで。はい。ちょっとまず、こちら。ちょっと私、やっぱ Angels and Ancestors が撮りますね、水亀座。はい。ね。じゃあ、これ7枚目でいきますね。1、2、3、4、5、6、7。で、はい。もうこれ見ちゃったけど、これすごいわ。水瓶座さん。そうだね。水瓶座さん、ちょっと待ってね。3、4、5、6、7。いやー、水瓶座さんも来てるね、これ。チャンス到来だと思うよ、多分。あー、これすごいわ。もうね、これね、完全にこれすごいメッセージ性があるね、この9月のリーディングになってますね。まあ、毎月メッセージ性があると思ってるけど、自分で、うん。いやー、すごいね、うん。Angels and Ancestors から来てるのが、Spirit Fox, Trust your talents in changing times だね。Trust your talents in changing times。うん。これどういうことっていうと、まあ、この、要は changing times って、こういう、まあ、昨今のさ、まあ、こういう変化が多い、まあ、時よね、変化が多い時代よね。そういう時に、trust your talents って書いてあるね。自分の才能を信じてよってことなの。自分の才能とか、引い出てる部分とかを信じてよってことなのよ。で、出てるのが renewal なのね。新たな自分っていうか、まあ、新しくなるっていうことなの、renewal ね。うん、そう。だから、もうなんかすっごいさ、なんかさっきのね、魚座さんリーディングしててもそうだったんだけど、水亀さん、隣の星座の水亀座さんでもこうなったんだけど、もうなんか流れがあるのよ、ちゃんと。It's time to take action. 行動に起こす時だよ。こっちとあっち迷ってるの？うん、わかってるよ、迷ってるの。あ、じゃあ、pros and cons 出してみて。両方ともで、いいとこ悪い面書き出してみて。で、trust your talents in changing times.こういうね、変化が多い世の中で、自分の才能を信じてよ。自分の才能でやってってよ。で、renewal。新たな自分になってみてよ。っていうことなのね。もうすごい流れが来てるの、今だから、水瓶座さんに、はっきり言って。こんなにね、こういう、すごい、こう、ちゃんとした流れになってるの、リーディングも、それもそれで珍しいけどね。ある意味。まあ、ストーリー性はあると思うし、どのリーディングやってても私。で、あとやっぱり文化人類学をね、もう25年くらいやってる経歴があるから、もうなんかやっぱりその、人のなんかそういう流れとか、人のこの、なんていうのかな、感情の動きとか、人のその、とか、いろんなのをね、社会の中の自分とかさ、いろいろ社会に揉まれる自分とかさ、社会で悩む自分とかさ、そういうのも全部もうさ、私好きだからやってるわけじゃん、そういうのもね。いろいろケーススタディーズも見てるし、うん。いやー、だからね、うん。水亀さんの中で、その、これだって、自分はこれが誇れるっていうものがあったとしたら、それが要は才能だったり、それでちょっと突き詰めて、それを仕事にしてみるとか、そういうのがいいと思うんだよね。うんうんうん。まあさ、なんていうのかな。何が自分に合ってるかとかさ、なんか、まあ、わかんなかったりもするんだけど、まあでもやっぱりその、いつも自分が何に時間を費やしてるって話なのね、生活で。その時間に費やしてることっていうのが、やっぱり好きなことなのよ。で、やっぱり好きなことを仕事にするっていうのは、やっぱ最高なことなのよ、はっきり言ってね。そうなのよね。いやー、そうよね。いや、新しくなってく水亀さんいますね。本当に、9月に。まあ、ちょっと猫ちゃんがちょっと遊んでるんだから、ちょっとごちゃごちゃしてるのか、うん。すごいよね。だから、なんかね、すごいもう行動に起こそうっていう感じの水亀さんがいるのね。うん。ちょっとね、もう、ちょっとこちゃ、もうね、結構なんかすごい水亀座さんね、完結してるっていうか、要約されてるというか、なんかこう流れが早いっていうのも来てるのね。そう。
流れが早いっていうのも来てますね。うん。だってなんかすごいスムーズにさ、なんかそこまで一つ一つなんかカード話すこともなく、なんかもう、なんていうの？流れてってるから、なんか早く行動に移したいしって感じ。だからこういうの見てるのじゃなくて、もう本当自分のやりたいことがもうあるんですっていう感じ。もう出てきますんでって感じ。そう。だから、これ7枚、便で7番目でやろうか、エンジョーズ、これ、アーティストのね、カードの、1、2、3、4、5、6、で、7ね。まあ、誰が出てくるんでしょうね。誰が出てくるんだろう、7番目。あー、いいねー。なんかさ、そういうことか。そういうことか、水亀座さんね。そうだよね。いやー。まあ、でも猫もすごい走り回ってるもんね。今のこの音猫ですから。さっきはこんな感じなかったし、あんまいつもこんな走ってるとかないんだけどね。いやー、だからさ、この、まあ、パブロ・ピカソなのね。ピカソさん出てますけど、はい。まあ、日本にもね、ピカソの絵とかがあったりすると思いますけどね。うん。まあ、いろんな美術館とかね。If nothing else, be prolific って書いてある。これどういうことっていうと、まあ、何もないんだったら、まあ、要は、いっぱいあれみたいな感じよね。うん、そう。うん、choose to have as many styles as you do lovers って感じね。うん。すごいね、これピカソが言ってたんだね。うん、make something worth impersonating。うん。まあ、やっぱりここで来るのが、choose to have as many styles as you do lovers って書いてあるね。そう、だから恋人がたくさんいっぱいいるように、いろんなスタイルを、いろんな、たくさんのスタイルを、なんかいろんな感じのスタイルを、持つといいよってことを書いてあるので、ね、まあ、要はそれが絵を描くときのことでもいいし、まあ、洋服の、いろんな、なんていうの、いろんな洋服の服を着るのかもしれないし、いろんな趣味をやっていくのかもしれないし、まあ、なんかいろんな、要はね、恋人がいっぱいいるかのように、いるように、そういうふうにいろんなスタイルを、いろんなことのいろんなスタイルをやってくださいってことなのよ。その一つのことに関してね、とかでもいいし。だからなんかちょっと一瞬これ直感で思うのが、なんかまあ当たり前なんだけど、人間って一つのことだけが好きなわけじゃなくて、いろんなことに興味があるわけよ。そう。だから例えばさ、私がセカンドチャンネルをやりますの話も、あれもほら、まあ、教育の話とかもするし、あとま、海外での教育とかそういうこともするし、あとね、いわゆる今、幼少期だったり、小学生とか中学生、まあ、高校生とかも、まあ、そういうような子たちが、これから、ね、グローバルにね、まあ、要は国際社会で活躍するために、日本人として活躍するために、どういうような、やっぱ今どういうことをやっておけばいいのか、幼少期とか小学校とかそういう時にね、どういうことやっていけばいいのかとか、まあ、あと人生100年時代にどう過ごせばいいのかとか、あと、まあ、時々はさ、まあ私の料理のこととかさ、まあ別に料理そんなしないっていうかそんなには好きじゃないんだっけ、好きじゃないっていうかなんか、しょうがなくやってるのよ、私は。本当に。そう。でもさ、しょうがなくやっててもさ、なんかやっぱり数こなしてるからさ、結構できるようになってきたのね。そう。で、だからそういう話とかさ、まああとこっちでほらベジタリアン料理とかさ、そういうのもいっぱいまあいっぱいほら売ってるから、そういうのの、材料が。日本に比べると、こっちすごい売ってるから、だからそういうような紹介とかさ、まあそういうのもしたりとかして、まああと訪日外国人の話とか、まあいわゆるそういうね、超富裕層とか富裕層とか、まあちなみに日本で、日本語の富裕層っていうのと、海外での富裕層の、定義が違うのね、純資産額が全然違うから、うん。だから、そう、前も言ったけど、日本で富裕層って言われてる人たちは別に海外で別に富裕層じゃないかったりとか、そう、全然そういう感じなんで、そう。だそこはね、世界規模でっていうか、世界の、こう、常識で、話しますけど、その富裕層の話とか、超富裕層の話とかも、そう、変わってくるとは思うんだけど、そういうのが、うん。まあ、だからそういう話とかさ、まあ、要は私も結局、いろんなことに、興味があるっていうか、いろんなことをこうやってるわけじゃない。網羅してやってるわけじゃない。そう。だからそういうようなことのように、一人でも、やっぱり、いろいろ、なんていうのかな。網羅できるんだよね。だからそういうことを今言って、if nothing else be prolific。だからなんかすごい、やっぱりもしも何もないんだったらたくさんあるっていうのって、
たくさんあれっていう風に、それってなんか矛盾してるかもしれないんだけど、自分が何やったらいいかわからないとか、そうなんだとしても、いや、いっぱいさ、今までその、引き出しあるじゃんって話なのよ。私もそうやっていろいろ引き出しあるように、みんなだっていろんな引き出しがあるのよ。人生何十年も生きてるわけだから、そう。だからそういう話なんだよね。だから、いや、だから、矛盾しているように見えて矛盾してないっていうね。If nothing else, be prolific って、そう。何もないんだったら、まあ、何もないんだったら、まあ、たくさんあれみたいな感じだもんね。とか、まあ、たくさんでいることだみたいな感じだもんね。Choose to have as many styles as you do love it. そう。なんかね、直感で今来てるのが、水上さんが自分の才能をもう一回、なんかこう、見直すというか、9月にね。うん。なんかその、別に押し込んでたっていうわけじゃないんだけど、なかなかその、なんか才能っていうか、まあ、例えばその料理がうまいとかっていうのも、なかなかその表に出てなかったりとかする、したんだよね、今までとか、例えばね。だからその、今まで、いつも普通にやりこなしてきたことで、まあまあ自分的にも好きなことだし、周りの人にもすごいって言われてるようなことでも、それが、なんかこう、今までは前には出てなかったのよ、そう。でもそれが、やっぱり、it's time to take action で、前にも出てくる時なんだよね。やっぱ行動に起こしていくから、うん。で、やっぱり行動に起こしていくと、どんどんそれが、前に出てくるのよ。で、その前に出てきたことで、何かしら、なんかこう、いろんなチャンスが舞い込んできたりとか、そう。で、私もさ、今行動に起こして、セカンドチャンネルをじゃあやりますとかさ、あとノートでね、まあ、定期購読マガジン始めましたとかさ、そう、行動に起こすことで、今まで知り合ってなかったような人に自分のことを知ってもらうとかさ、そう。そういうことなんだよね。それでまた、なんかチャンスが広がるとか、あ、じゃあこうになってくれませんかとか、ね、そういう話が来たりとか、そう。いやなんかね、やっぱね、なんていうのかな、自分の才能とか、なんか自分の存在、自分の存在をやっぱり、水亀さん、世の中に見せてくださいってことが来てるのよね。で、もう生まれ変わりだよね、やっぱり、renewal。うん、生まれ変わるっていうか、その新しくなる自分なのよ。生まれ変わるとはまた違うんだよね。そのままなのよ。そのままの、水亀さんなんだけど、なんか生まれ変わる感があるんだよね。生まれ変わる感っていうか、新しくなる。そうそうそう。そのままでいいんだけど、新しくなるっていう感じかな。いやー、水亀座さんね、結構なんか短めな感じでしたけど、なんか結構まとめさせてもらいましたって感じね。そう、うん。まあだからね、復習すると、It's time to take action. そう。もう行動に移して、行動、行動、行動。やりたい講座があったら、もう、それに、登録したりとか、まあ、家の近くのでもいいし、何でもいいんだけど、オンラインでもいいんだけど、何でもいいんだけどね、やりたいようなグループとかがあったら、そこに入る。そう。で、ね、そう。そういうことだね。で、連絡したい人がいたら連絡してみるとかにして、そう。で、まあ、やっぱり今、迷ってる自分もいるってことなの、二の相当で。うん。だから、こっちにしようかな、あっちにしようかな。で、その場合は、自分の、その、両方の選択肢に関して、いいこと、悪いことをちゃんと書き出す。そう。で、もちろん、それ通りに行かない時もあるわけよ。例えば、今、転職しようかな、それか、ここに留まろうかなって思ってて、転職、っていう、選択肢を取るとするでしょ。でも実際転職したら結構大変だった。むしろ前の会社よりも大変になっちゃったっていう時があるかもしれないのよ。ただそれでもさ、やっぱり動いてるんだよね。水亀さん。動いた結果そうなったのよ。だから、やっぱりね、動いていくとやっぱ後押しが来るし、動いていくとやっぱり何かしらいいことあるのよ、本当に。うん。まあもちろんその先はその先でまた大変なことがあったりとかするけど、まあそれが人生だからさ。そう。そうなんだよね。で、trust your talents in changing times だよね。だからこの変化がね、すごい世の中。まあもう変化がね、いつも変化があるような世の中でね、trust your talents 自分の才能信じてなんだよね。で、renewal 新しくなっていく自分。If nothing else, be prolific. うん。何もないんだったら、まあいっぱい数を増やせというか、数があるといいって話よね。で、まあ種類があるといいって話もしてるわけだし、いろいろと。うん。なんかね、9月はね、水亀さんにとってね、なんか自分のその、自分のことをまた一つ、理解するっていうか、知ることの月になるかなと思いますね。まあやっぱ一番重要なのはさ、いつもよく言うことだけど、自分につながることじゃん。で、自分につながることって、要は自分が何が好きで何が嫌いかっていうことを、見極めるっていうことだと思うのよ。そう。だからで、自分の嫌いなことっていうのが分かったら、じゃあこういう
自分の嫌いなこととか、あと自分のあんまり好きじゃないような人たち、そういう人たちとはもう話さないとか、そういう人たちとはもう距離を置くとかね。で、自分の好きなこととか、こういう人たちと一緒にね、なんていうの、過ごしていきたいなっていうんだったら、こういう人たちと一緒に時間を過ごすとかさ、もうはっきりその自分の人生、なんか、やっぱりね、自分次第なんだよね、自分の人生は当たり前だけど、うん。なんかすごいね、舵を取っていくね、水亀さんがいる気がしますね。はい。いやー、9月のね、はい、水亀さんのリーディングはこんな感じになりました。どうだったでしょうか。まあ、英国ロンドンからね、またあの9月も、応援しております、水亀さんのこと。ここまでご覧くださいましてありがとうございます。ね、この動画がね、楽しかったっていう方、ライクしていただいたり、チャンネル登録だったりとか、あと、お友達とかでね、シェアしていただけますとありがたいです。はい。じゃあ、ここまでご覧くださいましてありがとうございます。じゃあ、水亀座さんのね、9月、英国ロンドンから応援しております。じゃあ、どうもありがとうございます。またお会いできたら幸いです。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。